ヒイラギカレオグナサイデイは、スズキモク、スズキアモクの海分類群の一つ。強く側平たした体型、耐火的な鱗、口の芯で、発音、発光、角ヒレの棘状の発達などを特徴とする、インド太平洋産の沿岸魚のグループである。これまでに7族、44種ほどが分類されている。魚の全長は、数センチメートルほどのものから30センチメートルに、 迫るものまで種類によって異なる。体は左右から押し潰されたように側平たし、紅葉樹の洋状、もしくは円盤状になる。体はほぼ銀白色だが、種類によって体側に縞模様や反転が出る。鱗は対価的で小さく、頭部や体の前半部に鱗がない部分を持つ。無鱗ろこ部の区域がどこまで広がるかは童貞のポイントにもなる。 鱗は発達しないが体表には粘液が分泌され、ぬるぬるしている。英名の一つ、スライミーはここに由来する。背びれと腹びれの規定は長く、尾ひれの直前まで体の後半部を縁取る。背びれ、腹期、尻びれの前端部にあると下状はどれも鋭く発達し、種類によっては角状に長く伸びる。口は小さいが、唇は前方に筒のように伸ばすことができる。 普段は校内に折りたたんであるが、餌を取るときは大きく、前に突き出して、餌を吸い込む。英名のスリップムース、ポニフィッシュはこの口の形状に由来する。また、前上顎骨と額体骨を摩擦して発音する。食道周辺に発光バクテリアを矯正させ、暗所で発光する。発光層の周囲には、反射層とレンズもある。 発酵バクテリアによる発酵をする魚は、光の明滅ができないものもいるが、ヒイラギカ魚類は、明滅ができる。全種が、インド太平洋の熱帯、温帯海域に分布する。地中海で一種類、イキアライツクランシンジェリーが記録されているが、これは、スエズ運河の開通によって、航海から侵入したものと考えられている。日本沿岸では10種ほどが分布しているが、 ヒイラギ・ナチェクラ・ニューチャルリス、オキヒイラギ・イー・リベアレイトスの2種以外はほぼ、南西諸島沿岸産である。海岸付近の浅い海に分布する。内湾や川口に多く、寄水域にも、頻繁に侵入する。植生は肉食性で、甲殻類、多毛類、貝類などの定生生物を捕食する。底引き毛、地引き毛、刺し網釣りなどの沿岸漁業で漁獲され、 中型種や大型種は食用にもなる。ありがとうございます。